今のオリンピックの後、まあ本当に私は本来中止されるべきオリンピックはやった、まあ IOC としては IOC の奥の院に対する一つのクーデター行為だと、このクーデター行為という意味は東京オリンピックを潰すといういわゆる IOC のスポンサーの方々、これと実行部隊のバッハたちはやはりお金の生産等について保険会社等との対立もあった。保険会社の大株主は結局はIOC のスポンサー軍団と一緒なんですよ。そこにやはり非常に最後の最後まで止めるかやりきるかといういわゆるいろんな駆け引きがあったと思います。そして、強行突破したわけですね。だから強行突破したことによってまあ一応テレビ局に対する賠償金の支払いは必要なくなったわけです。もちろん IOC としての採算は当初の予定よりも悪くなって、儲けるべくオリンピックが儲からないオリンピックになったと思います。そこで儲からないオリンピックで誰が一体儲けたんだということも考えなきゃ、武田会長、JOC の武田会長は儲けてません。もちろん NHK も儲けてません。電通は一部儲けたでしょう。そしてフランス当局の検察の捜査が続いてますから、まだ武田会長の弁護費用だけでも2億円払ってるわけですよ。その2億円で受け負ってる弁護士事務所は大儲けです。 JOC 汚職様々でしょう、弁護士事務所は。だからこのドタバタオリンピックで儲けたのは建設会社からバックをリベートを取り放題取りまくった森喜朗、森喜朗、このイカサマ政治家、こいつが一番よく儲けてるはずだ、森が。そして森の子分の遠藤、コバンザメだね。森はまあサメの心臓と言われても、まあ、サメのような貫禄はないんだけど、まあサメの心臓、ノミの心臓、サメの脳みそだ。サメの脳みそはその頭が極端に悪いということだ。そのコバンダメが遠藤ですよ。これもちょろ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 小遣い稼ぎして森のゴマ吸ってる。またゴマをすりまくってるのはあの川口だ、サッカーの。こういうやつらもスポーツ会社からちょろ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 金を取っては儲けている。まあどれだけ儲けてるのは森です。森が一番のこのオリンピックの戦犯だとは言う。それがいまだに大きな顔してオリンピックは俺がやったんだと、俺が無理にやらせたんだと嘘吹いてるわけです。だからもうこの日本というのは私が一度言うように一番立派な人が上にならなきゃダメだって言うんだよ。だから一番立派な人といえば誰だと、こうなればですね、やはり
それなりの人格者であり、そして実績があり、そして多くの人から認められて尊敬されてる人、こういう人を選ばなきゃいけない。誰だと、まあ極端に言えば藤井聡太ですよ。聡太17歳でよ、俺こんなのが一番偉いんだよ、やっぱり。全部勝てないじゃないか、将棋のプロが。17歳、18歳に勝てないじゃない。だから本物はこういう人なんですよ。また、アメリカで活躍してる大谷翔平。こういうのがやっぱりね、こういうスポーツをやる場合においては、誰よりも一番尊敬されるべき人間だと思う。世界の大谷じゃないよ、今。こんなに日本列島の小さな国の大谷じゃないんだよ。全世界が認める大谷じゃないの。こういう人物が日本民族の中から出てるんだよ、現実に。ゴクグルか。トカゲかムカデかわけわからないようなね、ノミみたいな男は、ノミの振動だ、ノミだね、サメの脳みそ、ノミみたいな男がなぜオリンピックの組織委員会の会長になって儲けるんだよ。そうだろ、国民、バカ国民よ。え、それを森先生とか言うてるバカがおるんだから。まだそして枕を持って並んでる売春婦、こういうのを次から次へと10円ポストつけてる。だから森は言うんだろう、全部俺とか行く女は枕持ってきょると、売春婦だと。ね、思い出せば25年ぐらい前かな、森が総理大臣やったのは。その時に怪文書が流れたんですよ。森の女は誰だと、枕議員高市早苗と出たわけ。その怪文書が国会にばらまかれたんですよ、議員会館デモに。最も下品な女、高市早苗、森の目かけと、こうなってるわけ。だからサンデーモーニングの、田原総一郎が高市早苗を呼んで、テレビ番組で、あなたほど下品な女がこの永田町国会の中におるというのは、まあ、日本の恥というとかまだ俺は記憶ないが、でバーンと怒鳴りつけたんですよ、あの田原節で、パパパパーってやったんで、田原町で。さすがのあの気の強い、ずうずうしい、高市も、うつむいちゃったよ、これには。事実だから反論できないんだ。事実でなければよ。タラタン、そんな失礼なこと言っていいんですか、私が森とどうだというんですかと、証拠があるんですかと叩かなきゃいけない。そこで、田原も、いや、ちょっと待ってくれと、こうなるだろうけど、うつむいちゃったということは認めたということ。私は、田原総一郎、ちょっとひどいなと思ったから。別に高市早苗をひいきするわけではない。かわいそうだと思った。人道的に。女性としてテレビという場面であくまで言われて黙ってうつむいたというのはかわいそうだ。え？だから、田原に電話かけて出てこいと。言って、私の当時日本連合という団体、全150人ぐらい連合から集まっている会合のところへ田原総一郎を呼んで、一応この釈明しろと、これはひどいじゃないかと、
いうことで田原も、まあ、それはこうだだと釈明をして一件落着した件がありました。その高市が新幹線の中で私とまた勝ち合わせたもんだから、いやその説はいろいろ世話になりましたという挨拶をしたことがあります。別に私は高市早苗を好きでも嫌いでもない。ただその場面でちょっとひどすぎると、公開のテレビの公開人気番組でしたから、サンデーモーニングなんかいうのは多くの人が見てるから、だから森が何をしたかと、宇野宗助が神楽坂の電車を自分の目掛けにして30万円ずつ払ったことは問題で総理大臣を辞めたけど、こんなことはみんながやってることじゃない。みんながやってる。ただ芸者だから身を売るのが仕事や。30万円で1ヶ月ね、何回かのそういうものよ、宇野宗助のね、要求に応えるだけで30万円もらえるのは、それを安い安いって言って騒いでたよ。安くもない、当たり前だったし、ね、毎日やるわけじゃないんだ。宇野宗助は歌も歌えば、芸達者な男で、何でもかんでもやりこなすから、そういう夜のお仕事も、十分勤めがうまかったんじゃないかと思うんだけど、だから30万円で神楽坂を囲って、赤坂も囲ってた。新橋は知らない。小泉純一郎は新橋の芸者を絞め殺したというのは有名な話。みんなやってるわけだ、これは、ね、ただ森の場合は同じ議員同士ですから、高市じゃないと森はね。だからそういうところでやはりサンデーモーニングで怪文書に基づく田原総一郎は確認をしたんだと思うんです。まあその後田原総一郎とも何回かお話をしておりますけれども、彼はやっぱりジャーナリストとしては戦後最大のやはりスクープをバッと確信をついていく点においては最も優秀な実力のある勇気のあるジャーナリストだと私は高く評価しております。田原総一郎にまつわる森喜朗の問題と、まあ、この本題は別だけど、オリンピックで、どれだけの人が頑張ったか、どれだけの人が得をして、どれだけの人が損をしたか、これも一回きちんと総括して、ごそっと儲けてオリンピックの屋敷を作る男もおるわけ。オリンピック屋敷。オリンピックで失敗して会社を潰すような人もおるわけ。この総括を一回私はしてみたいと思います。